青、言い換え全国学生選手権優勝、日本体育大学中里優希選手の対戦です。リマットは現在グレコーマンスタイル 72kg 級の決勝戦が行われています。第1ピリオドのポイント2対0、赤草加選手がリードで折り返しました。赤草加選手、日本体育大学香川県出身19歳、青、育英大学富塚選手、群馬県出身30歳です。今の第72試合グレコローマンスタイル 72kg 級の決勝戦、第2ピリオドスタートです。エアの青中里選手、1ポイントを先に取りました。エランド赤7選手パッシュ、青の中田選手1ポイントを取りました。中田選手はバタミッションを選択して試合再開です。エランド中田選手1ポイントを返しました。現在ポイント1対2です。
リマットはこれより第72試合女子 55kg 級の決勝戦、赤2019年全日本女子オープン優勝高知南高等学校高尾月美選手、青明治杯に北海大学東川佳奈選手の対戦、第1ピリオドがスタートしています。エヴァンド赤田選手1ポイントを返しました。現在ポイントは2対2、延長ラストポイントは7選手です。リマットはこれより第73試合女子フリースタイル 65kg 級の決勝戦です。赤全日本女子オープン優勝、昨年の世界ジュニア優勝、赤芸大大学校今井美優選手、青2019年世界選手権出場、昨年の天皇杯優勝、比嘉館大学植木蒼選手の対戦です。エヴァンド試合終了です。エヴァンドマスタイル97キログラム級の決勝戦、ポイントは2回ですが、ラストポイントを取りまして勝敗が確定しました。勝者赤、決勝第6機動隊多田龍馬選手、4年連続4回目の優勝が確定しました。